こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ケニー・ドーハムの、有名なルオタス・ブロッサム、これは86のラテンなんですね。86のラテンの曲でジャズでやるよって言われて、86が使うのは、まあ絶対この曲で使うっていうのはルオタス・ブロッサムと、僕の知る限りはコーン・アルマの2曲しか思い浮かばないですね。で、ロータス・ブロッサムは86のラテンのところで説明しましたけど、基本的にバスドラがシブのノリの、ベースがドゥバダ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 ってこう変奏するので、こういうニュアンスのフレーズになります。で、普通だったらこう86のラテンで叩いちゃっていいですね。頭の部分ね。だけど、ここの場合は、86のラテンをモチーフに使った曲なので。むしろこれ叩けばこの曲は始まるぐらいの有名なイントロになりますので、最初頭クラッシュして、という形ですね。5小節目から倍点のバズバズバズビビビババ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 バみたいな感じになってますね。ここはウッタタタタババババフォアと同じで考えていただければいいかなと思いますね。というここのフレーズ。そうするとですね、これ間に合わなくなるんですよ。一旦次スネア叩かなきゃいけないから、まあクロスしてもいいけど、これ実際の曲ですもんですね。タタ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 やってもらえばいい。で、2回目はでブレイクします。で、ダブダブでダスタララララララって、ここでトランペットが、で、ここの部分、次キメが、キメになってます。で、ここの後のコンビはダンタと思ってたけど、食ってました。ワンツースリーフォーダータっていう風に食ってますね。で、また最後頭のテーマはここまでになります。 A の部分がダダ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 ダ2回目はですね、ドラムが、シンコペーションが、ずれてきてますが、これ綺麗なフォルムになってるので、これ全然正解です。なので全然いいんですけど、多分忘れてたと思います。だってピアノはうちゃーん、うちゃーんって思いっきり弾いてるんで、ドラムはそこに全然合わせれなかった、あっ!って思ってる感じがすごい伺われますね。まあそこは B のところ。で、最後の A のところだけが、86のラテンに戻って、終わってるということですね。このフィーネのところで終わってるということです。ドラムソロなんですけど、ドラムソロは後テーマのこの、ジャンジャンジャンのモチーフのところをドラムが埋めていくっていう形になってます。最初の A のとこはジャンジャンジャン、まあ3ソロダダダこれも全部フレーズの A のの裏拍を足しただけなんです。こんだけですね。全然多分ステージ3かな、ステージ3で十分できますね。なので、ここは A の1回目です。じゃあ A の2回目いくと、ダダダのバズロー出てね、3ストロークのひっくり返し BABA で、ドーンタンタの音符のやつで、これ ED のフレーズ、で D でというフレーズですね。まあこれアートテラの得意技ですね。
この間説明した、ステージ3、ステージ4のあたりを練習してもらうと十分コピーができると思います。B のとこは、フレーズを変えるときによくあるんですけど、3拍フレーズとかにするとフレーズをまたぐので全然違った感じに聞こえます。だからここに3拍フレーズを配置する。エルビーもよくやるんですけど、でここから3ストロークの連打、で、B の2段目は、3ストロークからここまで来て、でクレッシェンドするのでオルタネットに切り替えたんじゃないかなと思う。で裏から入ってね、で1、2、3、4という形に B は持っていってます。 A のとこは最後同じフレーズで、ブレーキもよくつけますね。3拍フレーズね。で、下の段はタンポンポンポン、バストラの裏を引き伸ばしで、ここも E のフレーズですね。ということでここまでですね。バラララバラバっていうところに持っていくということですね。というわけで、イントロの部分とドラムソロの部分っていうのが非常にまあ分かりやすいので持ってきました。コンピングも面白いところのフレーズがあるのでまたちょっと特集したいと思いますが、まあ、ロータスブロッサムの、ここの部分を知っていれば、まあ、コンピングはコンピングで、まあ、アドリブが違うと全部違うので、とりあえずここの部分っていうのは、このフレーズを参照して覚えておけばなんか、まあ、このフレーズを出すこともできるし、これのフレーズを引用したものを使うととかね、そうするとこうなんか他のピアノの人とかもニヤッとしたりとか、トランペットの人もおっみたいな感じになったりするわけですね。でこれを避けたかったら知ってないと避けれないからね。で全部これを知っていることによって全部避けてオリジナルと全然違うものを作るってことも可能になると思います。という具合にコピーって非常に楽しいんで、ぜひやっていただければと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。